はい、おはようございます。今日の予定はこれからテックアートの本社にちょっと行っていきたいと思います。テックアートの本社は昨日行ったポルシェミュージアムとかポルシェの本社のもうすぐ近くみたいなんで車で移動して行ってきます。やっぱりポルシェのトップチューナーですから、さすがにパーカーキャップだとこのポンコツがって言われちゃうんで、ちょっと今日はちゃんとした格好でお届けします。と、まあ、ポルシェの中で一番トップチューナーを間違いないと思います、多分。まあ、ポルシェのチューナーでもいろいろ、大きいところからちっちゃいところまでいろいろあると思うんですけど、もう間違いなく多分、チューナーの中でやってることだったりとか、まあ、あとは規模だったりとかっていうのも、おそらくナンバーワンじゃないかなって。にわか知識で触りだけ喋っとくと、30年以上の、まあ、実績と経験があるチューナーでございます。まあ、普通の大衆車からしたら、もうポルシェって十分特別な車であるんだけども、そのポルシェでもさらにその個性とか独自性を求める人たちに向けて、まあ、内装、外装、あとはそのチューニングの部分だったりで、もう本当に無限大に、まあ、自分仕様の車を仕立てられるっていう、そういうことをやってる会社ですね。で、行ったことはないんですけど、結構いろいろ話を聞くんで、かなりすごいらしいです。どこまで撮れるかわかんないんですけど、ちょっと撮っていきたいと思います。はい、すごいよね。だって、テックアートって1987年からだから、930から存在してるんだよ。わぁ、なんかもう、間もなく9時になるのに、この太陽の低さ。なんか朝6時みたいな。この辺、あ、テックアートだ。うわー、到着いたしました、テックアートに。わ、すごい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 。カイエンと、あ、カイエン？マカンとカイエン。あ、マカンとカイエンか。カットね。すごい。え、ロルフベンツか。え？なんで？え、待って、内装超おしゃれ。追動？内装がやってる。すごい。これすごい。ちょっと後で見せてもらおうよ。なんでこれロルフベンツなの？これボンネットも変わってんね。あ、コンプリートカーか。これもしかして借りられるやつ？ボンネットすっげえ。フォージドカーボンの GT3 これ売ってます？それが本当に、はい、スペシャルオファーで買わないかって来ました。マジか。あのこれ売り物みたいです。すごい。これ欲しい人はじゃあボンドグループまで連絡ください、はい、すごい。これちょっと外でうろうろしてる場合じゃない。中ちゃんと挨拶してちょっと後でちゃんと撮らせてもらおう。 GT ストリートあるついにテックアート内部に潜入いたしました、はい、すごいこんな感じになっています。そして真ん中にはカイエンクーペがもうテックアートのエアロとホイールとっていうか色すごいねこれ。これエンブレムないなと思ったら、うん、この中ステッカーです。あ、そうなんだ。へえ。これちょっと最初見た時はこのホイールちょっとどぎついなと思ったけど似合っちゃうね。そうですね。めちゃくちゃかっこいい。見てる。すげえ。え、内装ってそんなにか、うわ、これシーツとかも全部フルカスタムされてるよ。フルで見るの初めてです。すごい。だって日本まだほとんど走ってないでしょ。してないですし、うん、まあ、フルカスタム、うん、みんな外装だけじゃないですか。まあまあまあね、中までやってるのってそれこそ GT ストリートあるぐらいじゃない。コンプリートのやつって、え、この辺ももちろん全部張り替えてる、塗り直してってしてるでしょ。すげえ。
これもうね、もう俺も初めて間近で内装フルカスタムした車見たけど、もうクオリティがね、もう純正。初めて何もテックアウト知らない人から見たらわからない。わかんないね。もうこういうメーカーのコンプリとか、コンプリとかっていうか限定車ですよって言われたら、あ、もう納得するぐらいのクオリティ。ポルシェ大好き両カメラマンがもう興味津々です。でこれもだからあれだよね、車を送ればできるんだよね。かもうこっちで作って持ってくるか、だからやりましょう、コンプリとか。ねえ、フロアマットもね。え、これボンネットもテッカートのボンネットだよ。すげえかっこいいな、このボンネット。フルカーボン塗っちゃってるんでしょ。開けていいか。運転席もかっこいいな、これ。ハイエンターボ、ステアリング置いてあるじゃないですか、うん、これだけポンと置いてあるのを見るよりやっぱり、そうだね、やっぱりこうすごい。この社長なんか明日送ればオートサロン間に合うよって言ってます、ね、はい、これでもオートサロン飾った方がやばいから、開演カフェからしてないのに。と申しております、社長、はい、よろしくお願いします。は、うん、と一緒に仕事をしてたらしくて、うん、ゴルフベンチって家具とか作ってるじゃないですか、うん、でテックアートのショールームに置いてあった椅子とかもゴルフベンチのやつで、うん、だから内装がシートとか、うん、トリムも、うん、なんか なんかの家具の生地みたいなので作ってる。はあ、そことつながってんの。そうです。こっちがカーボンと PU の工房みたいです。全然そんな感じに見えないおしゃれな建物。なんか本当にこうのどかな感じで、職人さんの工房っていう感じ。ちょっと潜入しちゃいます。よいよ、Porsche-Teile zum Beispiel, die Spiegelscheiben, die sind so komplett grundiert, Wagener Original. Mhm. Und die werden dann mit Trockengewebe, also im Prinzip ganz normales Carbon, Feuerverbund, werden die dann bezogen. Mhm. Und dann wird nachher alles komplett aufs Maß wieder ausgeschnitten, wie der Spiegel halt im Endeffekt im Ursprung war, dass die Teile nachher auch alle wieder zusammenpassen, so wie in dem Fall. Gibt es auch in mehreren Varianten. Rot zum Beispiel mit einem roten Faden eingewebt, blau oder Goldstreifen. Haben wir schon mehrere Sachen gemacht, sieht dann zum Beispiel so aus. Genau, das ist ein Design for Kurvatura. Das muss dann nämlich alles schon gefrostet werden, weil dann sich Fiji wird eiskalt oder eiskalt. Genau, wir haben das Infusionsverfahren. So, and then the dry carbon will go in here. And then it's going to be infused with the material, with the glue. And then it will harden. And later it's going to be tempered. So, in order to keep the rigidity. So for this we have, for example, the mold. So this is a little bit of a different way of doing this kind of thing, especially for the bigger parts. We do it like that because if you would want to do this freehand, it's impossible. So if you, for example, for the air intake like that, you can do this freehand. This one is obviously very difficult if you do it like that, and that's why we use the mold for this kind of for this kind of part. After this one, as it is a bit more complex part, and in order to make sure that you have adequate quality, we then rely on the way to do this with the mold. And that's where all the parts, after they are finished with the work, that's where they go in, and then they bake overnight. Usually we put them on. And then in the morning they are done, and then they are getting, let's say, final prep for example for clear coating and stuff. こっちで職人さんが貼ったやつをこの釜で出てきたのがこれ。Liar, I am.
But for example, this is a clean part that is then covered with some carbon. And then, for example, here you have some full carbon parts as well. Yeah. While here in the bottom, this is a PU parts. So they are done from the PU, and then later they will be degraded, and then they will be ready. What is so cool? The cobalt is very beautiful. Degrading it. Make it. Ah, here are the parts. Especially the bigger parts, like for example, it's gonna inject it. And now the hose is actually for the access. So that means there is gonna be an injection hole, and that's not the hose. This is somewhere else. あ、なるほどね。大事、大事。え。ボンベットですね。あ、あれ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 
진짜 古いポルシェで、もう新車みたいな、ドラマスクラシックで、よみがえらせた 0km みたいにしたい人はできるの。できる。94よ。すごい。え、ここでだから結構そのマニアックっていうか深い部分までの分解も全部やってるわけだ。すげえ。ここも今日2周ぐらいしてるんだ。ボールペン？全部中も同じ。すごいねこれ。すごい。これレストアしてます。あ、これレスター中なんだ。すごい、これ超古い。うわー、そうだね。欲しいってだけ、いっぱい。うわー、このギャップ。この新車のシートのようなシートに、今レスター中のこのボロボロのドア。すごい。これ今回の動画ちょっと刺さる人にはめちゃめちゃ刺さる。やばいよ。新車っすよ。すげー。そうだね、新車だ。もうだってレザーがパリッパリだよ、もう。パリッパリっていうのは何つうの？なんていうの？もう新品のレザーだよね、もう。だいたいだってここの車の人、本当にシートというか内装のこのレザーがコンディションが全然マッチしてない。これでも仕上がったらめちゃくちゃかっこいいのに出来上がるね。本当だよね。ホロも多分新品。そうだね。だってトランクのダンパーが錆びてんのよ、このピカピカのホロ。これ多分これもゆくゆく交換するんでしょ。ホロみたいな。ハロー。これはすごい。ああ、こういうホースとかも全部引き直してるんだ。このグリップとかも、ドアノブとかも全部分解してる。Okay, so you should be there for it, yeah? 全部新品。直せるところは全部直して。Thank you. Cheers. Bye, bye, bye. マジか。だから全部クリーニングできるところはクリーニングして、もうホースとかもゴム類とかどうしようもないところは全部交換して。すげえ。すごい。そう。あ、そうなんだ、レザーの。And as you can see, as per the market, it's the more recent models like E3, Macan, E2, blah blah blah. But we have a different style where we have.すごい。これが全部レザーの型なんです。ドア張りにシートに全部ここで張り替えが。フロアマットカーボン。へぇー。So it's carbon covered. すごい。This one is for 911. 911? So... 911. 911. Of the section, so here's our master when it comes to everything interior and upholstery, and he'll explain a few a thing or two about what we do here. Okay. Or what he does here. Okay. Also, hier sieht man jetzt, sie macht das eine Ledereinfassung bei den original Porsche Felgen. Wenn man die und die jetzt vergleicht, wie so eine Fußmatte aussieht und so eine Original von Porsche. This is how they individualize the interior on that particular. So this stays original. For example, this one is a fully interior individualized one.
Oh. It's totally different. So it depends a little bit. So we can take the standard one and then just individualize it. For example, with the cutting and the let's say and the outside, the frame. Or the customer says, no, I want to have a totally individualized and customized one. This is also possible. It's no problem. But for you to understand now how what can be done, how it's done, I ask him now to show us the process on how a steering wheel is made. Hier haben wir ein Original Porsche Lenkrad. So this is original factory OEM steering wheel. Das ist original Lenkrad. Haben wir nur noch den Kranz. So this is stripped down now, just to the bare bone. Wir nehmen dann die Matte und die wird dann drum gewickelt. Dass er nicht auf seine Lenkradheizung verzichten muss. Exactly. So we can also do that. This is not a problem. So if the if this original steering wheel had that, we can fit that also. That's no issue, and then it's done like that. And then, is this original parts? So we have tire, oder? Yeah. Yeah. Just in dann. So ist die Form. Hier wird der Kranz dann reingelegt. Und dann gibt es hier verschiedene 12 Uhr Markierungen mit 5 mm, 8 mm, Biese, ganz schmal. Mhm. Da gibt es dann Aufsätze dafür. Mhm. This can all be done. Yeah. For example, this one has this 5 mm. Has a slim one, a slim 12 o'clock marking on that one, in the different material from the top. Yeah. Which is, this one is Alcantara, but this one is leather, for example. Mhm. So, and then they close the mold, and then the material for the upholstery, so the core material, like over there, is injected, and then it hardens out. And as you can see, you have for the different models, alle Modelle. You have the different molds. So whichever model you have, we have the mold for it in order to make the steering wheel the way it should be. There's no problem. You have the normal leather on that side, and then you have the Alcantara here. And here, and then you have the, for example, the contrast stitching, which matches this particular sample very nice. So you have a red one here, black one here. Then we can paint the so we can paint the knob here to match it. We have the leather here, or for example, a different style that we have here with the purple red Alcantara. Also here with the stitching, but here for example it's all in gray, but here this is then matching, for example, 12 o'clock marking, that it looks really nice. Then also for the center part that you have here, which is not covered in that particular example, but we can, for example, cover. Let's say if the customer goes wild, he says, oh, I also want to, this to be covered in red Alcantara, that's not a problem. Or he says, okay, I also want these parts painted in red. Just like this. No problem. This is what gives us the opportunity to really give the customer exactly what he wants, to make it really unique. All the plastic bits and bobs, they're all covered. Can all the Alcantara rein. Das wird ein Mix. Da haben wir den hinteren Bereich aus Alcantara, nur vorne Leder. Und an den Türen nachher die Brustleisten oben. Auch Leder. Die gehen dann hier im Auto weiter. Und sonst haben wir alles aus Alcantara. So it's this leather mix that the customer requested, where he goes between Alcantara or in the, let's say, in the more touch areas, because Alcantara is, let's say, not very receptive, very good to constant touching. That's why, for example, this is good like this with the steering wheel. But for looking, Alcantara is fantastic. Die Lenksäule. You can do, as I said, from a material perspective, you can do anything. So what I, for example, prefer, you will see it later, is to cover this in carbon. Yeah. It's fantastic. I'll show you a sample later on that. But just let's have a little bit of a further look on, this is the back seat, for example. Yeah.
So, you can see our craftsmanship, where we can say, okay, look. Hier ist es auch wichtig, dass die Nähte sich genau treffen, dass es in einer Flucht ist. Ganz arg wichtig, also ein Qualitätsmerkmal, das ist nachher. Das ist jetzt die Armauflage. So that's where our guys really try to make it perfect in order for customer to be happy. And it's ja, すごいかな。だいたいこういう張り替えとか別に日本でもできるんで、できるからね。こう裏側までこんなに綺麗なんてない。ああ純正だね、もうこのステッチとか。もうこれとかもう純正だよ、もう。Here, for example, this is our, let's say, our enhanced storage of different materials. For example, blue Alcantara or Store Desire. Fitterstoff, the original. So we can do everything. You want me to cut you a coat? This is traditional Porsche. Exactly. Yeah, so that's the good thing. So if you have a customer that really wants to have the car, an old car, back to factory spec, it's no problem, we have it all. Ein Chip drum. So, das ist auch interessant, das sind Sitzmittelteile. Wow. Weil die kann man ja einfach entnehmen. Da hat er die GT2, GT3, das sind alles Scheuen. This stuff out here, das ist alles nur geklettet. And then you can upholster them, let's say for example in blue, or in that color, or in that pattern, via courier. And then it can be done, no problem. Or even that stuff. Nur die Strecke ausstecken. Yeah, even if that stuff, if somebody tells me, okay, I want you to make it from scratch, it's no problem. It's not such a high-ticket item, for example, the centerpiece. You can even order the piece. The problem that many dealers have is the opportunities are so big. And then how do you steer a customer? Because you tell the customer, I can do anything. Too many choices. And so the customer will be so fine. So, this is the thickness of the leather right now. 1,38. So that's 1.3 millimeter. Okay, very good. Like that, normal leather. Touching. Okay. So you can see. Oh, no, just normal leather, right? Very simple. Outstanding. So now the machine. Und die Möglichkeit ist, den auf 0,3 mm zu spalten. So genau. Durchgeschnitten. Because it's actually, so because it's the machine is doing whatever it does. And now you feel the leather. Much thinner. So, can we check this on the clock again? What the clock says? And here, oben? Weil ich bin da gar nicht ausgebildet für solche Sachen. Aha. So now it's 0.38. So we cut off 1 millimeter more or less. Oh, you cut it. Das ist reißfest. Man kann es immer noch über die kleinsten Schalter, Lamellen. Man kann hier. Bei Schalter, wenn wir Schalter beziehen, das muss alles wieder funktionieren. Das funktionieren und laufen. Das müssen wir auch hauchdünn spalten, sonst würde das gar nicht, sonst könnte man das gar nicht beziehen. Weil wir haben ja überall hier einen Rahmen und das gar nicht laufen. Also gerade für kleine Teile. So if you don't do this, you lose functionality, right? So kleine Teile, da muss das Leder hauchdünn sein, sonst kann man das gar nicht beziehen. Das ist ja all covered, fully. For that, we have to make it that thick. Otherwise the leather won't stick, or it's gonna bubble or whatever. This is a car that originally was red. So and the customer came to us and said, okay, I want this car to be completely restored in gray, interior and exterior. Make something nice. Okay. Das ist jetzt die Rotablage hinten, also hat dieses Leder im Auto gehabt. Der war mal
Completely in short. So it was completely a red car, and then you wanted this converted into a gray. Yeah. And now the guys have done a lot of, let's say the customer was very flexible with this request. Yeah. So he said to us, okay, do whatever you think is best. That's what they came up with, so which is quite fantastic. But the leather with the leather outside, and then you have the Alcantara in here. So, and then with the suitable stitching, very subtle, very, let's say, not flamboyant concept, so much more laid back, but looks quite fantastic, especially in conjunction with the paint job. So. Oh, you did the paint as well? Yes. Und den Himmel haben wir auch extra verlieren lassen, was sie damals so gemacht haben, aber damals ist es so. So, So if you have a customer, so because this customer is from France. Yeah. Lakion. This is from France. Yes, it depends. It depends on the customer request. So just the interior is about 4 to 6 weeks. Full rest. Full order. The degree of pain. That the font is written there. 3 Wochen dran, nicht zerlegen. So this one is just an interior conversion, so the car stays exterior as it was before, but everything that is interior, from the seats, steering, gear lever, dashboard, everything. So this one, at the moment, we are talking about 3 to 4 weeks for the... This is 1 week, and this is 1 month. Oh, that's right. This is 1 week. Ah, 1 month. For months. Very good. So then as you saw from the at the entrance, so this is, let's say, a fast mover and so it's our immediate stock, but obviously the customer is specific to the product. Used with different manufacturers, we can all order this in, so that's not a problem. Or if the famous example, somebody brings their own leather, we can also work with that. Customer says, I want to have this kind of interior. So, and then the perforation is, especially when you have ventilated seats, that the ventilation works properly. Das ist ein Prägestempel, der ist aus Messing. Der kommt aufs Leder drauf. Wird mit Hitze, mit 100 Grad, zwischen 80 und 100 Grad und mit Druck. So it gets heat up and then with the pressure and then it's gonna be embossed into the leather. Und damit können wir gerade am Wahlhebel, am Schaltknauf, verschiedene Prägestempel machen. Es wird nachher noch zusammengenäht. Das ist von dem GT Street Air der Prägestempel. So, and here also depending on what the customer requests in terms of motive, technically everything can be done. Natürlich Airbag-Prägungen, die Hupen für Lenkräder. So sieht's dann aus, wenn es geprägt ist, das Leder. For you, you can take that one. Put it on your desk, when you order. So it's for headrest or for the center rest and the, for the arm rest. Here too long. No, so whatever he wants to have, it can be done. So that's the beauty of it. That everything is made by hand. We have utmost flexibility in all these works. So this is the paint, for example, for the gear lever. Passenden Fahrmodus-Schalter am Lenker und die Versteller auch mit Kamillen. Exactly. All the small bits and bobs, they're all painted in the color the customer wants. And then it looks much nicer this way. Das ist von den Luftdüsen, die Versteller. This is for the air vents. The small bits. Kleine Details. So this is for the sport chrono, or we can also do other dials. Obviously, with the let's say with the introduction of the digital dials, this is a bit of a less of a focus. But especially for classic models and stuff, so this can all be done in the interesting colors.
So I said this, as we discussed earlier, this is the, for example, the carbon mat. And then, for example, if the customer wants to have different stitching, that's no problem. You can make this in green or yellow, or whatever the color desires are. It's all no problem. It can be done as per the customer requests. Welcome. Schönes Wochenende. Wir sehen uns Montag, ne? Ja. ここからテックアウトのパーツが全部梱包されて世界中に発送されてるみたいです。すごい。These two components, and they react together, and the foam comes up. さっき一緒に合わせて。うん。あ、そうなんだ。It's about 2液でこう。70 degrees. Actually. あ。そうするとモコモコモコって膨らむんだ。Touch it. ああ、なるほどね。こうなってるうちにじゃあ入れて。固まるようにとか。This 大きくなってて、うん。It's perfect for these parts, like they are PU. Yeah. But we have to be careful for these parts. 発泡ウレタンでこうパーツが動かないようにして。Yeah. Because they are painted in glossy, and as you can see, it's getting warmer and warmer. Yeah. So we cannot pack this on this carbon parts. Make the clear coat. Yeah, because it's too fresh from the painting. Yeah. Later it's no problem. Boxes, as you can see. そうなんだ。めっちゃ硬い。The advantage for you is the package comes to you, and you can also use it again to send it to another customer or. To another storage or something like this. やるやらない別にして、テックアウトの存在は絶対に知っといた方がいい。これはいや、だって例えばその乗っていく過程で例えばちょっと擦れちゃったとか、ちょっとここがしっくりこないとか、なんかここ内装イメージと違うんだよなっていうのがあれば、だって全部できるんだよ、全部できるんだよ。だってポルシェに行ったら結局できるの純正で元に戻すまでじゃん、テックアウトだったらもう全部できるんだよ。色変えたりとか、しっくりこないんだったらそのハンドルの差さ変えたりだとか。これ今白のパナメーラはディーラーから運ばれてきたナンバーなしの土新車です。でなんかこれから今日だって言ってたっけ、なんかお客さんが打ち合わせして全部お客さん仕様に仕立てて作るみたいです、車を。すごい本当に。だから車をもうあらゆるところまでそのカスタマーの要望に応えて全部オーダーメイドで仕立てられるっていう、そういう会社ですね。エアロとかタイヤホイールのイメージが先行してたんですけど、ちょっとねそういう感じじゃなかったです、もうなんか本当に顧客の要望に応えて車を全部一から仕立てられる会社っていう、それにプラスアルファして、エアロとかタイヤホイールとかマフラーとか、そういうのもありますよっていう。あんまり奇抜なホイールを作らない理由が分かりますね。そうだね。だからもう本当にチューナー、いやすごい会社です本当に。
770. うわ、すごい、中。Only 720. This one 770. え、これテックアウトの。720馬力なんですか、こっち770。へえ。これヘルメット。So actually, that's the helmet that you get with it when you buy it. You don't need it, but I give it to you anyways. Okay, 4 points. The base on GT4. No, also based on So it's just the difference between the RS and RS is that it's done with forged carbon fiber. And that you have more horsepower. でもこれもターボベースなんですけど、うん、もうロールケージ入ってこれいいっすよ、これいいよ、うわすごい、めちゃくちゃかっこいいね。あ、さっき言ってたこれだ、はい、ここだけ赤く塗ってってこと。Techart was grounded in 1987, so more than 30 years ago. And first we started working, we started offering the solutions for the interior only. So at that time we were also the official supplier for Porsche. So we supplied some parts for them, and we were producing also interior parts, exactly. And we were producing the cell phones consoles. Okay, that's actually how we started. And then we then after that, we've just extended our program. So that's what we're offering to Porsche vehicles with aerodynamics, wheels, exhausts, and so on and so forth. And then, yeah, so at some extent we've started, at some point we started also to, yeah, to offer not only the add-on parts but also the complete modifications of the cars. So as you know now, for example, GT Street kit, so it is more like a separate project, not like only the parts that we are talking about. And yeah, その仕立て屋さんから来て、でも純正で満足できない人のためにスペシャルを作りたい。ここに書いてあるじゃん。だからもう家具みたいっていう表現は我ながら、ちょっと間違い素材ですもんね。タイヤ間違ってない。コラボしてる。とてつもない会社。本当に。Welcome to Techart headquarters in Germany, so where refinement for all Porsche vehicles is available in any of the customer requirements and desires, particularly with our newest product, the 992, which we can see here. Possibilities to improve the performance but also the appearance of your Porsche are limitless with Techart, and especially then via our partner Hosokawa Corporation in Japan, who will be able to advise you in much more detailed manner on what options and what opportunities you have for your Porsche conversion and refinement for your very own car. Thank you. このレザーも内装も、じゃあ何なんですか。はい。両カメラは何色で仕立てますか。オレンジで。オレンジで言っておきますか。エルメスみたいな。でもちょっとポイントでこのエルメスのオレンジ色を使って、これどうせエルメスと同じオレンジ色にしてって言えばしてくれるでしょ。これポルシェのレザーですね。匂いもポルシェ。そうなんだ。色がちゃんと分かれてる。だってもうあらゆるレザーで作れるんですよ。持ち込みも OK です。え、持ち込み OK。 持ち込み OK。 タイヤホイール持ち込みみたいな感じ。え、これ単純にマットだけ自分で作ってって言えば作ってくれるでしょ。作れます、作れます。これだったらなんか俺ちょっと現実味が俺でも、まあそもそもポルシェオーナーじゃないけど、もうステッチの色とか全部が全部、トリムのカラー、ボディカラーも全部
Sterling Museum. すごいよ、本当に細かいこと言ったら、このオレンジをシルバーにすることもできる、うん、そうだねスポーツの中でも、ね、それは打ち合わせ次第で、やっぱりちょっと内装の仕立て屋さんから始まってるっていうその歴史、それ知って、ああ、頑張りました。だからね、それのからのこれなんだよ、やっぱり、うん、もう内装の仕立て屋さんから始まったテックアートが出した答えがこれ。俺はもう純粋にこれかっこいいと思うけど、本当にこの浮いて見えるスポイラーと浮いて見えるフロントスポイラーの中と、なんでもいいっすね。そう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 、だから別にこれみんなにかっこいいでしょっていう提案してるあれじゃなくて、もうあくまで一つのテックアートのスタイル提案。いや、もっと自分でなんかしたいっていうんだったら、だからもうパーツごとに塗り分けられますっていうのはもう断ることに、そういうことなんだよ。すごい、なんかもう全然自分が認識してたのと違う。そりゃだって座ったクッションも全部テックアートだよ。ちょっとお客さんも本当にポルシェで自分仕様にしたいっていうのがあれば、ちょっとツアー組んでやりたいよね。もうだって俺影響されやすいけど、もうポルシェミュージアム行ってここ来てちょっとテックアウトで仕立ててもらいたいですもん、本当に。でもう一生ものにしたい。ちょっとやばい、ド級だった本当に。